はい、それでは始めてまいります。皆さん、こんにちは。パーフェクトローラー講座卓位戦、正午開始本の第1回目前半の講義を担当根本の方で始めてまいります。本日のテキスト及び板書が1枚あると思います。1冊あると思います。で、まずはその板書の方を出してやってください。板書の2ページ、3ページの方を開けてください。まず、会社法商法の近年の傾向の方を確認していこうと思います。まず1つ目。判例対策というところです。はてなと書きました。令和3年と令和4年、ここだけ見ると、なんだこの判例はと、こんな判例誰も知らんよと。っていうものだから、やらんでいいっていう意味ではてなだったんです。令和3、令和4まではやらんでいいと。ただ、令和5年に出てる判例見ると、結構有名なものを出してきてるんです。こちらやるのは当連で出たタイミングで構いません。テキストの中の随所に判例を入れてます。有名どこだけ入れてます。当連で判例が出てテキストに載っていれば、それは追いかけるようにしてください。そして2番、26年改正、令和元年改正、それ改正点はついてくるというところ。なんで、ちょっと、ね、改正点のところはね、ちょっと無理にでも、こっちでもね、追っかけてきますので、ぜひそこは、令和元年改正部分はしっかり聞いててください。3、商法、密室、分野間の出題。これが令和3で止まってます。令和3で止まってます。そこまでは毎年密室部分ばっかり出したのが、令和3で止まって、4と5は通常論点だけを出してます。で、4、過去問からの出題がすごく多くなったんです。今年は9問中7問が過去問で片付くんですよ。ちょっと傾向がいきなり変わったような感じがします。ただ、米印入れました。難問は絶対解かないように。難問は。なんで、そういう意味で、ね、何言ってんだ、この足というのがあれば、もうそれはもう読まないようにしてください。毎年、令和5年以外、毎年1問は解かせる気がない問題が1問出ます。でもう、過去問解いたときにね、これ意味わからんなと思ったら、もうそれは解かない。無理にね、理解しようとしない。そういう方向で進めてください。はい。では、テキストの方をちょっと開けていただきまして、目次の方1ページからお願いします。テキスト1ページ、目次があります。こちらのパーフェクトローラーのテキストの方は、基本的に条文の並び通りに順番で入れております。なんで、初めの方は定義、そして株式会社と始まっていって、パラパラめくっていくと、2ページの方から持ち分。3ページの方で第4編、社債、第5編、組織再編。そして、下の方に6章で訴訟。そして、4ページの方で、こちらの方で、最後の方で第7編、商法相続証行為を一番後ろの方に入れております。で、また、4ページ、今の一番下、8編。横断整理編と入れています。具体的には311ページ以降です。311ページ以降、パラパラめくってください。これは私の趣味と知の結晶です。いろんなところで横断整理をしたくなったときに、もう効率を考えずに何時間かけようとも作った表の結晶がここに入っております。全部は触れることはできないかもしれません。何かの機会でいいです。パラ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 めくって、あ、こんな整理欲しかったなと。っていうのがあれば、ぜひ今のうちに付箋かなんかつけておいて、こういう表があるよということを注目しておいてください。何点かね、今日も触れておきますが、ぜひ何かの機会で一回ざっと見てもらうと助かるところです。はい。では、講義は頭の方からやっていきましょう。テキストの方は6ページの方からお願いします。まず第一編、定義。2条に定義が載ってますが、さすがにこの2条を全部読む必要はありません。で、2条で重要なものだけちょっとピックアップしましたので、そこを確認してください。まずは2条の1号、会社って定義です。会社って定義があった場合は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、これ全部を指している場合は、会社というふうに言います。で、次、これは基本でしょう。公開会社の定義。一応確認してください。ちょっとでも自由があれば公開ですからね。ちょっとでも自由があれば公開ですよ。儲けていないってとこね。儲けていないってとこね。注目してね。ちょっとでも自由があれば公開だからね。次、2条6号、大会社。こちらですが、5億、そして200億は分かっていると思うんですが、ここに注目してほしいんです。以の冒頭、最終事業年度にかかる貸借対照表。ここ、最終事業年度にかかる貸借対照表。この言葉に意識してほしいんです。でね、貸借対照表って会社は幾度も作ります。もう下手すれば月ごとに作る、月ごとに作ると言ってもいいぐらいです。はい。で、月ごとに作るんですが、この最終事業年度って書いてますね。これ通常の会社であれば、最終事業年度、こちらね、3月31と思って結構です。事業年度の末と言ってもいいです。3末時点の貸借対照表。3末時点の貸借対照表。で、ちなみにね、3末時点の貸借対照表っていつ作ったって評価される？作った時点じゃないでしょ。承認決議があった時点で作ったって評価されるね。定時総会で承認があると作ったって評価されるね。ということで、下の中を見てください。期中に新株発行や新株資本金の額の減少により資本金の額に変動が生じても、その時点で大会社になったり、大会社になくなったりするわけではない。期中で大会社から落ちるとか、大会社になるってことはありません。定時総会の時点で大会社になる。定時総会の時点で大会社から落ちるなんです。定時総会基準でことね、期の途中で大会社からそうでない会社に変わることはありません。はい。じゃあね、今度下の図表に行きましょう。2条以後以外の定義、重要なもの。117条1項4号、株券発行会社。その株式、種類株式発行会社には、全部の種類の株式にかかる株券を発行する、定款の定めがある株式会社。定款の定めがある時点で、株券発行会社と呼びます。現実に印刷かけてるかどうか、話は別です。現実に印刷してるかどうか、話は別です。定款の規定がある時点で、この株券発行会社になります。はい。そして次、329。これはいけるでしょう。役員と役員等の違い。役員といったら会計監査が入らない。役員等といったら会計監査が入ってきますので、注意してください。はい、よろしいでしょうか。ちなみに役員の定義ね。こちら、取締役、監査役。この2人は役って時間入るでしょ。会計参与は取締役とタッグを組んでます。会計3位は監査する方じゃなくて取締役とタッグを組むので取締役側なのね。こんな感じで役員ってのはね、この3人だってこんな感じで押さえてください。で、7ページの方、これは社外の定義が載っております。で、これは必要になった時に見る感じでやってください。社外の定義は今すぐ追っかけじゃなく、必要になったタイミングでつどつど見るぐらいにしてください。では、8ページから設立の部分から見ていきます。8ページ、第2編、株式会社第1章設立。株式会社設立手続き。定款を作成する。ルールを作る。次、出資の履行。出資をしてもらう。次、期間を組み。役員を決める。で、最後、設立登記と。こういう4段階を一つ一つ踏むのが株式の設立です。一つ一つ踏むのが株式の設立です。ちなみに、これが持ち分となると、定款の作成はいります。ですが、出資の履行は会社によります。持ち分に分けていってみて、出資の履行。合同は必須だよね。合名合資はしなくてもいいよね。合名合資はしなくてもよかったよね。合名合資はしなくてもよかったね。で、期間の具備。持ち分は出資者が経営しますから、別途期間というのは選びません。持ち分は出資者が経営しますから、別途期間というものは決めません。で、最後、もちろん設立登記はいると。はい、株式の場合は一個一個丹念に踏みますが、持ち分はそうでもないということで、株式の具体的な手続きの流れは下の方に載っております。もし危なければ復習の時にざっと見るようにしてください。ちなみにこれ図が載ってまして、左と右に分かれてます。で、左が発起設立、右が募集設立です。できれば、設立登記の前なんですが、よいしょよいしょと、ここ発起の一番最後は設立調査です。で、右側の方は募集設立で、募集設立の一番最後は、創立総会です。一番最後ね。もしよかったら調べてください。年月日発起設立の手続き終了。年月日募集設立の手続き終了。その年月日っていつだっけってこと。いつをもって手続き終了というのか、もしよければ復習のタイミングでね、基本が何だったかを確認しておいてください。例外言ったらキリがありませんので、基本はどこで終わったのかっていうのを見てやってください。はい、ありがとうございます。では、この右のページをお願いします。次は、発起人というところです。設立手続きを取るのが発起人。株式の場合は、別途発起人という方が手続きを取ると。上の方から読んでみますと、意義。株式会社設立を行うものし、定款に署名または記名を押印したもの。資格。制限なし。自然人でも法人でもよい。比較取締役と入れておきましょう。資格、比較取締役。あれ、法人ダメですよね。なみに持ち分会社の社員は、持ち分会社の社員、法人 OK ですよね。珍しいんですよ、何でもいいっていうのは。次、住所。発起の住所は必ずしも本店に日本にある必要はないとされている。後で言います。本店との比較が必要です。で、人数、制限なく、人1名で足りる。で、株式引き受け。すべての発起人は、それぞれ設立発行株主の1株を引き受けなければならない。必ず1株を買いなさい。設立に責任を持たせるため、設立に責任を持たせるため、株主になりなさいと。皆さんそうじゃないかもしれませんけど、料理を作るときに、自分が食べるカレーっていうのと、人に食わせるだけのカレーだったら、どっちに力入れます？あ、皆さんちゃんとやりますよね。私なんか言ったら、ああ、自分が食べねえんだら、まあ、こんなもんでいいかと。あ、俺どうせ食わねえしなと。同じとは言いません。同じとは言えないけど、自分が株主にならないってなったら、手を抜く可能性があるんですよ。なので、必ず株主になりなさい。で、このルールかなりどぎつくて、これ、設立無効原因にもなります。しくじると、設立無効原因にもなるほど、かなり厳しいルールです。そして次のね、図表を見てください。設立事務の執行。発起人と設立時○○の業務範囲。発起人、設立に関する事項を一般にして決定し執行する。設立時取締役。法律または定額に定められた事項のみ行うことができる。のみ。結論言います。まずこの3つを覚えてください。この3つを覚えてください。取締役の仕事っていうのは、業務の執行と業務執行の監督なんです。業務の執行と業務執行の監督なんです。もっと言いましょう。会社が立ち上がってからお仕事なんですよ。会社立ち上げ時は取締役に仕事なし。会社立ち上げ時は取締役に仕事なし。立ち上げ時は仕事なし。で、3つだけ仕事がありますから、これを覚える。で、3つ覚えちゃえば、あとは発起人の仕事と割り切れます。覚えちゃえば、発起人の仕事と割り切れます。一個一個覚えなきゃ済むようになります。なんで、基本は発起人の仕事。取締役の仕事は数少ないから覚えちゃう。これ以外が来たら発起人の仕事だっていうふうに割り切る。じゃあ行きましょう。1番、カッコすっ飛ばすよ。設立取締役による設立手続きの法令また定款違反等の有無の調査。いわゆるこれ、設立調査って言った方が馴染みあるかな。設立調査。2、設立代表取締役、設立代表執行役による設立登記の申請。登記の申請でもいいよ。登記の申請部分でいいよ。3、設立時代取、設立時委員、設立執行役、設立代表執行役の選任、選定、解任、解職、まあ、選ぶ関係、選ぶ、クビにする関係と思ってください。代取、代表執行役、委員、こちらの方を選ぶと。これをね、ちゃんと覚えておくと、下見ないでいくよ。本店所在地は誰が決めんの？取締役の仕事に載ってないね。だから発起人。ちょっと引っ掛けるよ。特別取締役は誰が決めると思う？載ってないんだよ、特別取締役って。だからこれ発起人なんです。ちゃんと覚えておけば、ちゃんと覚えておけば、あ、覚えたもの以外は発起人だって割り切れるんです。覚えないと一個一個誰がやるか覚えるんですよ。それこそ無駄って言うんです。ちゃんと定義とね、こういうところ覚えておけば暗記量は減ります。覚えることをちゃんと覚えてください。それが究極的には暗記量を減らすことなんです。で、次のページの方にちょっと行ってもいいでしょうか。まだ早いかな。で、この、ね、次のページのね、こちらの方には、発起の決議要件が載ってます。で、ぜひね、ちょっと意識してほしいのは一番下。発起人全員の関与がいる。全員の関与がいるってなった場合、ぜひね、ちょっとこちらの方に、今日復習の時ね、全員の関与がいるってなったら、このページ戻って、チェックをかけるとか、ページ番号を入れるとかしていってください。全員の同意が一番攻略大変です。全員の同意が一番攻略大変なので、全員の同意ときたら、ここに戻って、何ページとかね、振るようにしておいてください。ちなみに、右は、何年か前に泣きながら作りました。設立時に全員の同意がいるっていうものをまとめたくなってやってしまいました。いろんなタイプの全員の同意っていうのがあるんです。なんで、これ復習の時にざっと見るってもね、なんか気になったら見るぐらいにしてください。この右のページは気になったら見るぐらいにしてください。はい、では、ここから設立手続き一つ一つ見ていきましょう。12ページから16までは定款です。12から16は定款の話になります。はい。で、各種会社の原資定款と書いてまして、左側見ていきます。株式会社。作るのは発起人。絶対的記載事項、目的、称号、本店所在地。で、4、設立財政出資される財産の価格、または最低額、ちょっと意識して最低額。いくら集めると値段を決めるか、最低いくら集める。一般でこっちです。最低額。いくら集めるってことを決めとくんです。これもしくじると設立文庫だからね。集まんないと設立文庫だよ。で、5番、発起の氏名または名称及び住所。そして6、発行可能株式総数と書いてまして、これに関しては別枠にしています。こちらの方、原資定款時に作る必要はない。原資定款時に作る必要はないってことですよね。ちょっとこれ皆さん、紙かなんか一つ用意お願いします。右のページお願いします。右のページに図表11章がありますが、こちらの方、網掛け以外を隠して宣言してみて。よし、じゃあいきますよ。じゃあまず冒頭。はい。いつまでに決めるべきかというと、これは原資定款を作成すべきときじゃなくて、登記申請時まで、登記申請のギリギリまでに決めればいい。私が勉強するときはね、原資定款に書く内容だったんですよ。可能数も。で、その結果ね、可能数1000と初めに決めていて、みんながどんどん買っちゃって、いきなり積みが1000。可能数1000、積みが1000。設立後、定款変更待ったなし。図味が決まるまで可能数を決めたくない。図味が決まるまで可能数を決めたくない。設立ギリギリまで決めたくない。設立ギリギリまで決めたくない。はい、そういった趣旨で登記申請までに決めればいいですよとしてるんですね。じゃあそれどうやって決めるのとっていうと、その下、発起設立は基本発起人全員の同意です。もともと定款は発起人で作ってる。もともと定款は発起人で作ってる。変えるとしても全員で変えるんだと。発起人全員で作ってるから全員で変えるんだと。でね、このタイミングでですね、複習の時見てほしいんです。10ページ、10ページ。発起人の全員の同意を要するもの、丸6。10ページ、発起の全員の同意を要するもの、丸6ってところ。そこの方にね、13ページとかね、振っておく。13ページとか振っておく。でね、探し方の一番いい方法はね、探し方の一番いい方法は、ね、条文番号で探すのが一番いいんです。今見ている、今の13ページのレジュメの方に37条1個2個っていうのがあったでしょ。13ページの方にも表の中に37条1個2個ってあったでしょ。で、こっちの表を戻って同じ番号を探していって、あ、これかなと。同じ番号を探してこれだなっていうふうに探すのが一番効率的です。同じ条文番号のものを探すのは効率的です。ありがとうございます。じゃあ、13ページ表戻りまして。はい、戻りまして、今度は、こちら、募集設立の方を見てください。募集設立は、発起の全員の同意と、もう一個は、創立総会決議があって、これは時期による。これ、引っ掛けしか来ません。注意書きを見てきます。発起人は設立時、募集株式の払い込み期日、また払い込み期日の初日のうち、最も早い日以後は定款変更をすることはできない。払い込み期日でいいよ、払い込み期日。払う人が出てくる。発起人だけではもう変えられない。払う人が出てくる。その人を含めないと変えられない。払い込み期日、払った人が出てくる。その場合は、募集、創立総会で、払った人を含めて変えないといけないと。払う人が出てくる。利害を持つ人が出てきたら自分たちだけじゃ変えられないと。よろしいでしょうかね。で、ちなみに会社法ちょっと苦手意識がある方。表の下に、ね、私、注意書きをもし触れたところだったら、読んだ注意書きはマークしといて。いや、普通にできますよって方は、ね、別にいいです。それはいいです。あとで復習の仕方の時に言います。はい。ということで、その下の30年27のう、読んでみてください。創立総会の決議でやる必要がありますので、誤りです。創立総会の決議です。全員の同意ではありません。よし。じゃあね、左の12ページの方に戻ります。こちら今、原資定款の内容、株式会社の方を見ました。で、中の1、ちょっとマークをして読んでみて、中の1。うち、会社の本店所在地、ハワイにしたいんですよ。ダメです。なんでですか？ハワイにしたいんです。なんでダメかというとね、民事訴訟になったらどうなるの？本店所在地の地裁だよな。あ、だからこの裁判所の基準になってるんです。本店は裁判所の基準になってるので、日本にしてください。海外にされると裁判所の基準がおかしくなります。じゃあ、それぐらいにして、ちょっとね、今度は表の右側の方をちょっと見たいと思います。表の右側の方は、持ち分会社です。で、持ち分会社は基本的にはね、全部同じと思ってください。表現が若干違うけどね、表現が若干違うけど、合名、合詞、合同、若干違います。ほぼ同じと思ってください。まず一番上から。作成者は発起人ではありません。社員になろうとする者が行います。株式会社は出資者とは別に発起人って方がやる。出資者とは別に発起人が定款を作る。持ち分は出資者が定款を作る。出資者が定款を作る。で次、絶対的記載事項。目的称号本店所在地、これは同じ。4番、社員の氏名または名称および住所、全社員定款記載事項です。これ、左と比べると、株式会社、株主は記載事項じゃないからね。定款、株主は記載事項じゃないと。そして5、社員の全部を無限責任とする旨。これも株式の方にもありません。株式の方にはありません。で、6、社員の出資の目的、およびその価格、または評価の標準。これ、出資の約束です。出資の約束。誰が何を出資するかを定款に書きます。誰が何を出資するかを定款に書きます。ちょっと頭の体操ね。株式の立ち上げで定款に出資のことを書くことが1個だけあるんです。定款ね、出資のことを書く場合が1個だけあるんです。定款ね、株式の設立で出資のことを定款に書く。現物出資です。株式は現物出資の時だけ出資内容を書きます。現金出資は書きません。持ち分は現物だろうが現金だろうが書くってこと。持ち分は現物だろうが現金だろうが書くってこと。平成18か19かな、ついてきた論点です。はい、ありがとうございます。ではね、これぐらいにしまして、じゃあ、右のページの方に行きましょう。今度はカッコの2かな。いけそうでしょうかね。夏場にコートを着て、野球のキャップをかぶって、マスクをして、はぁ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 言ってるのが前から来たらどう思います？危ない、この人！危ない、危ない、危ない、危ない！変態設立事項、これ、危険な約束っていうんです。これ、本当になんだ。本当にそうなの。本当にそれ信じて。危険な約束っていうのは学問的な定義なの。これは、会社の立ち上げから大赤字になる。会社立ち上げ時から大赤字になる危険がある。危険な約束と言われます。現物出資なんかはイメージ持てると思います。これ財産引き受けっていうのは買っちゃうってことだね。財産を買っちゃうってことだね。これ二足三文なのに多額のお金払ったら大赤字だよ。二足三文のものを多額のお金払ったら大赤字だよ。発金の報酬、特別利益、お手盛り、俺の給料こんだけだって言ってお手盛りされればいきなり大赤字。いや、本当にかかったんですよ。はい、キャバクラ行ったんですよ。もうこれね、費用、設立の費用なんですよ。一番下、費用なんて無制限に認めれば、これは大赤字です。はい。ということで、この2つは、これに載っているものは、危険な約束というところから縛りをかけました。その縛りというのが2つあって、定款に書くことと、検査薬のチェックを受けること。定款に書くことと、検査薬のチェック。証拠に残せ、調べてもらえ。証拠に残せ、調べてもらえ。で、例外を抑えていってください。まずは、定款への記載、1個だけ×があります。設立費用です。次のページ、中の4と、中の番号をちょっとマークをしてもらって、あ、ごめん、間違えた。これ中の5です。ごめん。これ中の4じゃなくて、中の5でした。すいません。ちょっとこれ、中の5とちょっと振り直してください。失礼しました。中の5とちょっと振っていただきまして、失礼しました。14ページ、中の5。遠い目でも構いません。一個一個覚えてる人がいません。値段が決まってるってやつなんです。誰がやっても値段が変わんない。誰がやっても値段が変わんない類なんです。設立の経費でも誰がやってもこれどうしても定型的だと。値段が決まってるってものはもう書かなくて結構です。で、その観点で見てやって、特に過去番号とかついてるやつね。よろしいでしょうか。こういったものについては定型でいたからいらないよと。じゃあ、13ページ戻って、今度は、検査薬の調査。この検査薬の調査は、例外になるのは、現物出資と財産引き受けだけです。この2つだけは、検査薬省略ができます。ちなみに、この2つって共通性があります。この2つ。現物出資、例えば土地を現物出資した場合、何がもらえる？株がもらえるのね。財産引き受け、土地を渡して金もらうのね。この2つって、株で土地を買うか、金で土地を買うかの違いなんです。株で買う金、株で土地を買うか、お金払って土地買うかの違いなんですよ。現物出資は土地を出資してもらって株を渡す。でもこれ実際には、こちらにキャッシュがないから株で土地を買ってんの。キャッシュがないから株で土地を買ってんの。一方、現金がある場合は財産引き受けってことを使うのね。やってることがすごく似ているからこそ、この2つって例外が同じになるの。株を土地で買うなのか、土地を株で買うなのか、土地を金で買うなのかという違いだと思ってください。ありがとうございます。ではね、1個、少額財産について説明したいと思いますので、次のページの方。次のページのね、中の3って書いてあるところの、ね、真ん中に米印、少額財産の判断ってところあるでしょ。そこだけでいいから丸つけて、ね、少額財産の判断ってところだけ。そこだけ丸つけておいて。読みますと、定価に記載された現物主財産の価格の総額が500万を超えた場合、裁判所に対し、検査薬の選任の申し立てをしなければならない。ポイントは2つ。まず1つは、総額ってところです。トータル金額です。一個一個で500切らせるとこうなるの。高額な車があってね、500超えるのね。一個一個だったらいいだろうってなったらね、分解するんですよ。分解して、ほら、一個一個500しまってるからいいだろうと。そういうのが出てくるので、これは総額と。分解するやつが出てくると。本当にそこまで立法当時考えたらしいんですって。分解するやつが出るだと。そしてもう一つ注目してほしいのが、定款に記載されたって部分なんです。検査薬の調査がいるとは言ってません。検査薬の調査がいるとは言ってません。はい。で、その下に事実のね、資格額読んでいきます。定款に記載された価格が2000万の現物出資がある。定款に記載された価格が400万の財産引受がある。口頭時について、監査法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けている。だから、口頭地は検査薬の調査は入らないよね。右見ます。検査薬の調査。口頭地は不要。おつたてはいります。おつたてはいります。色つけますが、皆さんどっちも結構です。定款に書かれた金額、定款に書かれた価格っていうのは2000万と4000万です。定款の合計額500超えてますよね。もうこれで少額財産にならないんです。検査薬の調査がいるもののトータル、検査薬の調査がいるもののトータルが500万っていう基準じゃありません。定款に書いたもの、定款に書いたもののトータルなんね。それを間違えないようにしてください。では次は検査薬の調査を見ていきましょう。15ページの図を見ていきます。検査薬の調査が必要な場合、定款で変態設置事項を定めた場合、現物出資、財産引受の場合の例外を除く。ちょっと注意して、1行目。変態設立事項。だからね、現物出資だけじゃないよ。現物出資だけじゃないからね。報酬とか設立費用の場合も入るからね。で、申立人、発起人、申立時期、定款認証後、遅滞なく、認証後、遅滞なく。ちょっとね、これ比較なんですが、この募集株式発行、募集株式発行の場合は、募集事項の決定後、募集事項の決定後、遅滞なく。207条の1項かな。募集事項の決定後、遅滞なく。募集事項の決定後、遅滞なく。募集事項の決定後、遅滞なく。つまり、決めたらすぐにってことね。決めたらすぐにってことね。決めたらすぐに。で、聞くよ。現物出資って設立の時どこで決めるの？定款で決めるんだよね。定款っていつ作ったことになるかっていうと、認証の時。定款は認証の時に作った扱い。定款は認証の時に作った扱い。だから認証後遅滞なく、認証後遅滞なくってことだもんね。はい。ということで、こちらね、上から2段目。こちら、もう一つに、これが発起人だってことも、もうこれでわかると思います。この段階では、取締役は選んでない。取締役は選ばれてない。この段階では、取締役は選ばれてない。だし、取締役のお仕事どうぞ。設立調査、登記申請、代取、代表執行役委員。この選任関係。載ってないでしょ。取締役の仕事に載ってないんだから、発起人に決まってるよねと。そうともいけるわけ。取締役の仕事に載ってないと。よし、じゃあ次の図表いきましょう。図表14。検査薬の調査。裁判所の変更決定。要件。検査薬の報告を受けた上で、変態せず事項、不当と認めた。不当と認めた場合、裁判所はこれを変更する決定をしなければならない。不当の場合、変更がいる。不当の場合、変更がいる。不当と意識してね。不当ってことね。で、ちなみにこのね、この決定でもう変わったとなります。法律上は変わった扱いです。法律上は変わった扱いです。ちょっとね、板書にしとけばよかったです。ごめんなさい。例えば、定款に、ちょっとごめんなさい、逆字で。定款に現物出資3000万と。定款に現物出資3000万。A の報酬。100万円とか A の報酬100万円と汚い字申し訳ない A の報酬100万円とで書いてあったとしてもね書いてあったとしても変更決定裁判所の変更決定で1500万が妥当だとか20万が妥当だっていうふうに変更がされればそれで決まりになります。ここまででしょうかね。するとこういうのが出てきます。まだ早いかな。あの土地を現物出資をし、まあ持ってますけどね、先代々の土地なんですよ。なかなか、3000万、3000万の株がもらえるんだったら出資しますよ。わかりました。3000万もらえるんですね。ありがとうございます。1週間後、1500になるんですか。ああ、じゃあいいです。それだったら先代々の土地はね、手放せません。次の欄。設立発行株式引き受けの取り消し。だったらやめる。もう一回やらせて。いや、俺働くからさ、100万ぐらいもらえますよ。検査役。あの根本はほとんど働いてません。たまに来てうまい棒1本食べて帰るだけです。変更決定。2円。もうやってられません。俺も帰ります。もう俺は帰りますよ。個人的には逆切れって呼んでます。裁判所が変更決定をする逆切れができる。右見てください。逆切れ。誰が変更決定に含まる発起人。何を設立発行株式が引き受ける意思表示を取り消すことができる。そしていつまでこれを覚えて当該決定確定の1週間。ここは1週間なんです。はい、で次の欄、定款変更ってありますが、これ、ちょっと画面の方いけるこれ逆切れされたら、例えば逆切れで現物出資をやめたら、逆切れで現物出資をやめたら、ここ削除する必要あるよね。それとか、俺もう発起人やめるぜって言った場合も定款変更がいるよね。逆切れに伴って定款変更がいる場合があります。下を見てください。状況33条8の場合、誰が発起人何を当該決定に変更した事項について定款の廃止する定款変更をする。下2つ、この2つ覚えて、この2つ覚えて。決議要件全員の同意。そしていつまで、ここも同じ。やっぱり1週間、ここも1週間。このブロックは上も下も1週間。よろしいでしょうかね。そして、何人か戻っていただき助かります。10ページ、条文番号33の9ってなってますので、10ページ、10ページ、丸4かな ?10 ページ、丸4かな ?33 の9と振ってるね。これね、条文番号から探しててね。で、探していって、今のページ番号15ページとでもね、入れてやってください。で、定款ブロック、あと1個です。16ページお願いします。ありがとうございます。図表15、はみかけ除いて隠してみて。これは言えないと結構被害が大きいです。じゃあ戻りましょう。いきますよ。冒頭タイトル。交渉認証を受けた定款を変更することができる場合とありますが、基本変えられないんです。認証を受けた後は変えられないんです。発起人たちでこそこそと、発起人たちでこそこそと変える不当な匂い。発起人たちでこそこそと変える不当な匂い。でね、これで割り切ってほしいのが発起設立の1、変態設立事項について裁判所の変更決定があった、これもう裏が取れますよね。裁判所の変更決定、裏が取れますよね。また募集設立の方を見て、上記1の場合のほか創立総会決議に定款変更ができる。創立総会の議事録で裏が取れます。こそこそやってない、裏が取れます。強いて言うと1個だけこそこそとってやつなの。発起設立の2番。可能数の変更決定、これは発起人たちが同意で、発起人たちの同意だけで決めていくって内容になります。で、なんで覚えなきゃいけないかと言いますと、これ覚えないと中の2の過去問を丸暗記になっちゃうんです。覚えていれば変更できる場合に当たんないってきっちゃいんです。覚えてないとこの問題を覚えちゃうんです。過去問覚えたけど点が取れません。当たり前です。覚え方が悪いんですよ。覚えるのはそっちじゃなくて表を覚えるべきなんです。なんで、ここの暗記作業を忘れないようにお願いします。あともう一個。今、中の2、多分丸かなんかつけてもらったかもしれませんが、あともう一個、中の1も丸かなんかつけてください。こちらの方は裏が取れる、ほとんどが裏が取れるので認証はいりません。ほとんどが裏が取れるので認証はいりません。ちなみに、成立後の定款変更は認証はいりません。総会決議で裏が取れます。総会決議で裏が取れますので認証はいりません。はい。ではね、今度そのまま下の方に行きましょう。表。図表16。定款の備え置きおよび閲覧請求。横に見ていってほしいんですが、まず下段から見てくんない？下段から。下段から。設立後。本店と支店に置きます。ちょっとポイントはこれ、ね、支店にも置くってことを意識して、支店にも置く。実はね、備え置きの基本は本店だけなんです。支店に置くっていうのは珍しいケースなんだよ。で、閲覧請求権者、株主、債権者、親会社、社員と。こちらの方、板書の2ページ、下の方を見てやってください。まあ、会社があって定款がありましたよ。株主が「すいません、僕株主です。いや、今の定款見せてもらっていいですか？」と「なんで見たいの？」「いや、何言ってるんですか？僕株主ですよ。見たいに決まってるでしょ」と「ああ、そうだね」と次「すいません、取引相手のものなんですけど、ちょっと定款見せてもらっていいですか？」と「なんで見るんですか？」と「お宅はどういうルールで動いてるのか見たいんですよ」と「なんで定款見せてください」と「もちろん OK です」で右会社の横「親会社」って書いてます。ですみません、親会社の定義言います。いろいろあるんだけど、議決権 50% 握ってないといけないわけ。議決権 50% 握ってるって基本あるわけ。少なくともこれ。少なくとも株主ね。少なくとも株主です。なので、まあ見せてくれってってまた言えます。でね、その下、親会社の下に株主って言いますね。これ、親会社社員ってやつなんです。社員って言葉は法律上、従業員という意味では使いません。社員というのは従業員の意味では絶対使いません。すいません、僕その定款見たいんです。どう思う？これが見りゃいいだろう。これ見りゃいいはずなんですよ。なんで君見たいの？なんで君見たいの？と。なのでここだけ許可制です。ここだけ許可制です。なんで見たいのと。あんたが見る必要はないでしょと。あんたが見る必要はないでしょと。ということで、この閲覧請求権者表の方を覚えてください。株主、債権者、親会社社員。親会社社員が見るときだけ許可がいる。株主、債権者、親会社社員。親会社社員が見るときだけ許可がいる。1時間経ちました。ちょっと軽い休憩をしてから、あと20分ちょっと行きましょうか。手を揉むなり、足を揉むなりしましょうか。1時間おきのところで軽い休憩をしようと思います。1時間25分ぐらいで10分の休憩が入ります。エア、家具、首を揉む、肩を回す、いろいろやってください。まあ、昨日聞いたことでも言えばいいんですが、ちょっと先に言うの忘れてた。ちょっと他の方も言われたんですけど、先生、青と赤の使い分けってありますかと。ありません。ありません。色を分けたいから、分けたいときにね、変えるだけです。なんでこれ青なんですかと。うん、その前がね、青で書いたからと。なんで赤なんですかと。その前が赤だったからと。なんで、色を全然私、意識してませんから、なんか何色かね、持ってきて、なんか使い分けしなきゃいけないとか、そういうこと全くありませんので、お好きな色で書いてください。蛍光ペンについても全く同じです。よし、じゃあ戻りましょう。16ページの表ですが、今度、上の段に行きます。設立前。備え置き場所。発起人が定めた場所になります。まだ本店支店が決まってない。まだ本店支店が決まってないので、本店支店と言えない。まだ本店支店と言えない。そして閲覧請求権者なんですが、見てもらってよろしいでしょうか。閲覧請求権者。よいしょと。いくよ。ありえない。設立段階ですよ。まだ債権者いないよ。ありえない。まだ誰が 50% かなんか分かんないよ。ってことで、これだけなの。株主だけなんですよ。で、株主って誰かっていうと、発起人は絶対株主だよね。あと、引受人、株を買う引受人も株主になるよね。会社法ってこの暗記の作業をやってないと理解ができないんです。下を覚えていれば上がいけるんですよ。なんで、この暗記というマーク、いろんなところつけてますが、頑張って押さえていてください。では、以上のところで定款の作成の部分はおしまいで、17から19まで、17から19が出資です。17から20か、17から20までが出資です。じゃあ、17ページ。この出資の、ね、手続きの大雑把なものって載ってるんですが、先に18ページを見てもらっていいでしょうか。18。で、18ページ、比較と載ってます。左側、設立時発行株式に関する事項の決定。ちょっとこれ、書けるかな。これね、発起人が買う条件です。発起人が買う条件。発起人が株を買う条件。で、一方右、設立時募集株式。これは一般投資家が株を買う条件。一般投資家が株を買う条件。で、絶対書かないでよ、右ね。募集設立って書いちゃダメだからね。右、募集設立って書いちゃダメだよ。一般投資家が買う条件ね。一般投資家買う条件ね。で、私マークしますけど、皆さんマークしないで。32条、58条、32条1項、58条1項って書いてあるのね。で、ちょっとこれで皆さん、前のページの冒頭見てくれる ?17 ページの冒頭。条文番号をマークすると、発起設立は32条。募集設立は32条と58条。32と58。さっきのカレーの話ですけど、発起人は絶対1株買うんだよね。発起人は絶対1株以上買うんですよね。発起設立は発起人が買う条件だけ決めればいい。募集の場合は、発起人が買う条件と一般投資家が買う条件を別々に決める。発起人が買う条件と一般投資家が買う条件を別々に決めるってことね。では18ページ戻ってその条件を見ていきましょう。左側、設立発行株式に関する事項の決定、定める事項、発起人の割り当てを受ける設立株式、発行株式のこれだけでいい、数、2、1取引加入する払い込み金銭の額、これだけで額でいい、額、3、設立の株式発行、株式の資本金及び資本準備金に関する事項、資本金でいい、資本金でいい。で、その下、定款、発起人全員同意、ここまで暗記。で、いつも言ってることで申し訳ないんですが、覚えるところっていうのは、覚えるところは、このタイトルなんてどうでもいい。タイトルがどうでもいい。覚え方というのは、数と額と資本金は定款全員同意。数と額と資本金は定款か全員の同意。こう覚えちゃって。数と額と資本金は定款か全員の同意。本試験の問題では、設立発行株式に関する事項は全員の同意で決めるって聞き方は全くしません。資本金は創立総会で決める×とか、数は創立総会で決める×、そういうふうに出るの。覚えるところは数と額と資本金は定款か全員の同意と。で、ちなみにこの右側。右側もちょっとマークだけしちゃいますと、右はね、数と額と払い込み期日。数と額と払い込み期日。で、こっちは全員の同意だけ。こっちは全員の同意だけ。数と額と払い込み期日、全員の同意だけ。で、ちょっと注目してほしいのはね、この右の方だけ、払い込み期日、払い込みの締め切りが決められてるの。仲間内と、そうじゃないってわかる？左側は仲間内の条件ね。右側は一般投資家に対する条件ね。仲間内はいきなり締め切りは決めない。仲間内はいきなり締め切りを決めない。一方、こちら一般投資家に対してはいきなり締め切りを決めて、そこで払わなければ一発アウトです。よろしいでしょうかね。数と額と払い込み期日、数と額と資本金と。いけたかな。じゃあ今度一番下。表の一番下。発行条件の均等。左不要、右必要になってます。必要になってる米印の3行かな。読んでみてください。すみません、立ち上げだと聞いたんですが、1株ください。5万円です。1株ください。最悪だな。3000円。じゃあ3万円。じゃあ30万。なんでやっぱこれ、均等にしなきゃいけないのが基本なんですよ。みんな均等にしなきゃいけないんだけど、左が違うの分かる？仲間内だし全員の同意があるから不平等 OK です。仲間内だし全員の同意で行いますから不平等を許します。各時間内の100も承知言います。発起人でね、ある2人の方がいて、最終的な株式数は同じにしたいんです。その後の揉め事が起きるので。ただね、お二人、実はね、初めの資金力が全然違ったんですよ。こっちはね、50万出せて、こっちはね、300万出せてたんですよ。50万、300万。でも、お互いで納得して、もらえる株式数は同じにすると。OK なんです、これ。2人の間で仲間内で OK 取れてるのはいいんです、それで。これぐらいにいたしましょうか。ちょっとこちらの方でちょっと基本論点になりますが、17ページの全体像を少し使ってください。これは覚えるような表じゃありませんからね。覚える表じゃありませんからね。17ページは覚えるもんじゃありませんからね。こちらの方、場所が分かったら自分のやつ見て。発起設立、条件面を決める。そして下、引受後、遅滞なく全額の払い込み、または現物主体の給付をする。遅滞なく、遅滞なくってところ。締め切り決まってません。締め切りは決まってません。その下、出資未履行者が発起人に対し、発起人は一定の期日までに履行すべき旨を、その期日の2週間前に通知、一定の期日まで、ここで締め切り切られます。払わないと締め切りが切れます。払わないと締め切りが切られます。で、その下、期日までに履行しなかったものは執権すると。一旦ラストチャンスが与えられて、ダメなら執権と。ダメなら執権と。ちなみに、この右側の方、いけそう。一般投資家で、ごめんなさい。発起の発行条件を決めたケースは、ルートは同じね。ルートは同じね。一方、一般投資家の方についてだけど、ちょっと細かいんで、ここのあたりは括弧でも構いません。細かいんで括弧でも構いません。はい。で、いきますと、発行条件を決める。そしてその下、発起人が定めた払い込み期日。いきなり締め切りが決まってる。一般投資家用はいきなり締め切りが決まってる。で、その下、払い込み期日、払い込み期間内払い込みしなかった低いには、当然に執権する。一発で執権です。一発で執権。仲間内かそうじゃないかの違いね。仲間内かそうじゃないかの違いね。では、20ページの方まで続けてください。一番上。設立募集株式の引き受けの申し込みの無効または取り消しの主張と。こちらの方ですが、審理留保、通報協議表示、××っていうところですが、何を言ってるかだけ軽く言わせてください。見る感じいいですよ。見る感じいいかね。A 君が出資の申し込みをしました。で、その後、A さん、こんにちは。この前2000万ありがとうございます。どうもね。で、今日何しにますか？あれさ、実は嘘なんだ。はっ出資の申し込みをする、払う、その後ごめん、嘘なんだと。上の欄、出資の申し込みをする。ごめん、勘違いだった。ごめん、騙された。いや、脅されて。真ん中、すいません、うちの太郎来ませんでした。どうしました？うちの太郎未成年なんです。この顔でその太郎が書と申し込んじゃったんですよ。金払われるといろんな人がもう利害持っちゃうんですよ。資本金が上がったりとかして利害を持っちゃうので、民法みたいに一律も有効無効が言えないんです。もしよければ大中小をかける非難のでかさ、非難のでかさ、大中小、錯誤と意思無能力と心理留保、大中小、こらと言えるレベル。絶対心理留保大だよね。僕未成年、もうそれは小、それは小で、一番上錯誤が中ってことね。これで一律言えるか一律言えないか、それともある時まで言えるのか、その3パターンなんです。で、残念ながら覚えるのは一番上のあるところまでは丸、あるところから×、この部分です。覚えるのはぜひこの一番上の網掛けを覚えて、いつまで言えるのか。設立前、議決権行使前は言える。横、設立後もう言えなくなる。議決権行使後、これある意味法定通院です。ある意味法定通院です。議決権を使っちゃう、ある意味法定通院です。で、あと1箇所、これと同じ論点があります。募集株式発行のところを見てください。63ページ、図表84。63ページ、図表84。基準が若干違うから。63ページ、図表84。いきますね。網掛けの部分、ここ覚えてね。無理、例外なんだけど、ごめんね。こちらは株主となった日から1年経過、株主となった日から1年経過なので、こちらは注意してください。では、これぐらいにしまして、次は役員の選任に行きましょう。役員の選任が20と21、役員の選任が20と21です。でね、21は詳細って書いてます。もう資料と思っても結構です。21は資料と思っていただいても結構です。ここまで細かくは出ないので掲載するかどうか悩んだんですが、一応載せました。で、20ページの方ですが、4番、こちら図表21、設立役員等、役員等の選任方法。そこに設立取締役、設立監査役、設立会計参与、設立会計監査人と書いてます。発起設立の選び方、一株一議決権の原則に従い、発起の議決権の過半数で決める。議決権の過半数。お聞きしましょう。取締役、設立後は何決議で決める？普通決議で決めるよね。普通決議の決議要件ってどんな感じ？過半数出席。出席の議決権の過半数。出席の議決権の過半数。もっと聞きましょう。監査役の会には何決議？特別決議。どういう要件？過半数出席3分の2の賛成だよね。それが下の中の1。それぞれ何決議か考えて。設立後、普通か特別か考えて。普通決議だったら議決権の過半数。特別決議でクビにするものは3分の2。普通決議、特別決議の名残が出てるのね。普通決議、特別決議の名残が現れてるね。選ぶのは普通決議だから議決権の過半数。解任も基本は普通決議だから過半数。監査役の解任は特別決議。監査等委員の解任もこれ特別決議です。ありがとうございます。じゃあ、今度上の表に戻りまして、丸の2、定款による直接選任、定款で書いておく、定款で誰にするかを書いておく。おー、何、定款作ったの？見せて見せて見せて。役員決めたんだ。役員誰にするのって。俺役員でいいの？いや、お前ら大丈夫か？正気か？いいのか？分かったよ。もうこれ、俺内容これでいいよ。うん、斉藤。お前やんのか？あ、いいよいいよ。鍋、食べ。定款って誰のハンコいるっけ？全員のハンコいるよね。議決権の関数余裕でクリアね。議決権の関数は余裕でクリアです。ただ気をつけてほしいのは、議決権はいつ生まれるかなんですよ。ブロックね、定款作る、出資する、役員選ぶ、ここで役員を書きました。議決権はいつ生まれていると思います？次のブロックよ。中の2を読んで。中の1と中の2丸つけて。中の1と中の2丸つけて。出資の履行が完了したときに選任したものとみなされる。出資の履行で議決権が生まれる。出資の履行で議決権が生まれるからです。下の29年の過去問も検討してみてください。よろしいでしょうか。ちなみに上の表戻りまして、募集設立。募集設立の選び方は、これ、創立総会になります。これは、株主は一般投資家と発起人、一般投資家と発起人になりますから、一般投資家を含めて創立総会で決めるべきです。で、その下、定款による直接選任は、条文がないけど認められています。条文がないけど認められています。これね、一般投資家は定款内容を見てます。また、嫌であれば、創立総会で変更できます。嫌であれば、創立総会で変更できます。では、早かな。次の図表22の方に行く前に一つ聞いて終わりにしましょうか。取締役のお仕事どうぞ。設立調査、登記申請、代取、代表、執行役、委員の選任、それはそこ！一番下！設立委員、執行役、設立代表、執行役、これは取締役のお仕事だと。これは取締役のお仕事だと。よろしいでしょうか。ほとんどの問題はもうこの左で解けます。で、答練でもしすんごい細かいのが出たときは、右のページを使って、答練ですんごい細かく聞いてきたときには、右のページを使ってください。はい、それぐらいにいたしましょうか。で、以上にちょっとね、切りもいいところですし、時間も来ましたので、一旦休憩やりましょう。10分の休憩に入ってください。はい、それではパークトレーダー講座宅井戦商法開始この1回目、後半いきましょう。で、後半は22ページ、ここから創立総会の話になります。はい、で図表225、創立総会の権限と書いてあります。で、創立総会、何をやっているのかっていうのをまず大雑把に押さえてください。こちらの詳細1、2、3、4とありますが、これをちょっと絵にしました。板書の3ページを見てください。こちらの方ですが、左側がまあ壇上みたいなイメージ。壇上で発起人が説明するイメージ。で、右が騙されて買ってしまった人。買ってしまった人、買った人、投資家、一般の投資家、買った方々が右の人ね。で、買った方が来る。で、左に発起人がいる。で、発起人の吹き出し見てください。設立手続きはお渡しした書面取り、しっかり行いました。また、現部出資もありましたが、その調査報告書も添付します。まあ、ある意味、この発起人、僕たちちゃんとやったよって言ってるの。出資者。いや、自分たちでちゃんとやったって言われても、そんなの信用できるかよと。で、次、設立役員の選任。僕、取締役になります。清き一票お願いします。って言って、出資者たちが一票を入れていく。で、この一票を入れる。それが終わったら、この方が設立調査に走ります。で、その後、取締役の方が、発起人を行った手続き調査、見ましたが、大丈夫です。設立調査しましたが大丈夫です、適用ですっていうことによって、あ、別の人も調べたからもう大丈夫だなっていうふうに安心できる。このようにやってる内容というのは、発起人が説明する、役員を選ぶ、そして設立調査の報告をして安心させると。ちょっとバカっぽくなりますが、書いておきますと、この報告は必須条件です。これは絶対やんなきゃいけません。一般投資家は不安を持っている。一般投資家は不安を持っていますので、こちらの報告は必須になります。ちなみにここまで言うとね、なんか創立総会で2回に分けてやってるのかとっていうふうに思われるところなんですが、実際には1回でやってます。多分このように言っちゃうとね、じゃあ君取締役選びますねって言って、ああ選べましたと、じゃあ僕これから調査行ってきますって言って、また次の会に行くような感じに見えるんですよ。そんな2回も集まりません。じゃあ根本君取締役になってくれるか、あ、やります。じゃあ次取締役の調査報告お願いします。実は僕選ばれると思って調べたんですと。こんな感じで選ばれると思って調べたんですって言って報告をすると。だから実際2回もやりませんからね。1回で終わりですよ。ということで、詳細のところ、1、2、3、4、斜め読みでいいです。斜め読みでいいです。見てやってください。よろしいでしょうかね。では次、今度は図表の26。創立総会で決議することができる事項。立ててみます。目的である事項。実際ね、これやりますよと、これ決議しますよっていうふうに目的が決まってたと。目的である事項、原則決議できる。右側、目的とされてない事項。事前連絡がない。事前連絡がない事項。これは決議ができません。ですが、例外。事前連絡がなくても決議できることがあります。定款変更、設立廃止です。土壇場になって定款変更が必要になった。土壇場になって定款変更が必要になった。この場合、事前通知なしでも、事前通知なしでもできます。また、設立を廃止せざるを得ない。緊急事態で設立廃止せざるを得ない。といった場合も、土壇場でいきなり決議ができます。実際に多いケースは、出資が集まらない場合です。最低1000万って言うんだけど、あと800、今800、あと200万いるな。こんな状況で、こんな状況で、もし連絡でね、定款変更しようと思ってますって連絡、まあもらいたいよ、もらいたいけど、定款変更しようと思ってますって前に多分思うよね。とっとと集めろと。そんな連絡する前にとっとと集めろと。役員たちはギリギリまで頑張るんですよ。大きいのはギリギリまで頑張って、それで無理だったら定款変更で最低額を変える。定款変更で最低額を変える。無理なら設立廃止をすると。こんな感じです。はい。じゃあ今度は右のページ行きましょう。図表の方、ちょっと先に下段から見させて。図表28。設立株主の議決権の数。原則、設立発行株式1株につき議決権1個。例外、設立しようとする株式会社が議決権制限株式を発行するとき、議決権を行使できる事項に限り議決権がある。議決権制限、設立時も適用があります。一番下、これをしっかり覚えて。株式会社の設立廃止については、議決権が使えます。いくら議決権制限でも、設立廃止というとんでもない事態については、議決権行使ができます。はい。ちょっと上の方に行きまして。創立当該の決議要件を見ていきます。創立当該の決議要件、原則、この決議要件を見ていきますが、まず受験と割り切りましょう。受験と割り切って、創立当該の決議要件が来たら、択一できたら、10中10、×足です。10中10、×足です。創立当該の決議要件が丸×できたら、10中10、×足です。絶対特別決議で引っ掛けてきます。以上、終わりって言ってもいいんだけど、その終わりだと、お前どういうことだとなっちゃうので、特別決議と何時間違うかは説明します。ただ、説明はするけど、今の感覚ね、皆さん受験のためにやってんだから、理解できなくてもいいんだよ、はっきり言えば。罰なんだから。罰なんだから。でも、期日制出たら、期日制出るかもしんないけどね、設立平成2年以下で出てないんだよね。なんで、ちょっと、一応説明するけど、無理はしないで。説明をするけど、無理はしないで。原則読んでいますと、当該創立当該の議決権を行使できる設立株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立株主の議決権の3分の2以上に当たる多数。やっぱね、特別決議に似てるんですよね。過半数3分の2と似てるんですが、過半数3分の2両方とも賛成数のことを指しています。過半数も3分の2も賛成数を指しています。はじめ2行はトータルの議決権の過半数。トータルの議決権の過半数。後ろは出席した議決権の3分の2。出席の議決権の3分の2。ちょっと板書を先のページ使います。板書4ページの方を見てください。特別決議と全くレベルが違うんです。左側、円グラフ特別決議。過半数かける3分の2。特別決議って分数にすると、極論2分の1かける3分の2で通るわけです。2分の1かける3分の2で通るわけです。だから極論言うと、分数で言うと、3分の1で通ります。3分の1で通るんです、極論。一方、創立総会の決議は、もう絶対、過半数賛成はマストです。過半数賛成はマストなんです。もうこの時点で特別決議と違うからね。過半数賛成はマスト。あとは、出席の3分の2、あとは出席の3分の2がこれを超えるか超えないか、出席の3分の2がこれを超えるか超えないかで決まるんです。ちょっと右側に右側だけフォーカスしますね。まず、ここだけ見ますと、議決権が全部で5000個といった時点で、この時点でもう2501が必要です。2501が必要で決まりです。2501は絶対いります。で、出席が5000だった場合、に5000の3分の2をすると、3330小数点繰り上げて3334になります。で、この場合、採用されるのは大きい数字。3334が採用される。3334ないとダメですよと。一方、次、議決権、5000個だった場合、この時点でさっきも言いましたが、2501は絶対いる。で、出席が3000でした。で、3分の2をすれば2000です。で、この場合は、もう絶対過半数はいるんで、2501になります。2501になります。絶対過半数はいる。あとは3分の2がそれより大きいか小さいか、3分の2がそれより大きいか小さいかで決まるんだと。はい、ありがとうございます。ってことなので、これね、択一で聞かれた場合っていうのは、もう本当にまずは×だと思って切っちゃってください。で、万が一、切り捨てた場合についてはね、今言った基準で、過半数は絶対で、あとは3分の2次第なんだとって感じでやってみてください。表に戻りましょう。次、総率総価2段目。発行する全部の株式の内容とし、譲渡制限規定を設ける定款変更。で、書かなくていいですよ。これね、定款にもともと譲渡制限って書いてあるんだったら、この決議いりません。定款に譲渡制限書いてあるんだったら、それを分かって株を買ってますから。総率総会のタイミングで、いきなり譲渡制限を設けたいと。総率総会のタイミングで、いきなり譲渡制限を設けたい。っていった場合なんですね。で、この場合、右、いろいろ載ってますが、いわゆる皆さんの理解している特殊決議です。皆さん理解している特殊決議です。一番下。発行する全部の株式の内容とし、取得条項についての株式についての定款差名を設け、または変更する場合。これ横。設立株主全員の同意と、設立後と変わらないと。で、下段、種類総率総会。原則。これは上の総率総会の原則と同じです。総率総会の原則と同じです。意識しなくていいです。下。ある種類の株式を譲渡制限株式とするための種類総会。横。特殊決議になると。その下。ある種類株式を全部取得条項とするための種類株主総会の決議。これも特殊になるんです。設立後であれば特別決議。設立後であれば特別決議。残念ながらね、総率総会って特別決議ってないんですよ。総率総会で特別決議がないんです。だから、ここで特殊になっちゃうの。株式が、普通の株主総会は、普通と特別と特殊と、普通、特別、特殊と3タイプなんだけど、総率総会は、普通ともあんまり言わないけどね、通常決議と特殊決議しかないんですよ。通常と特殊しかないから、全部取得条項も特殊の方が採用されます。はい、ありがとうございます。で、書き終わってからで結構です。24、25の方。これも十何年前かな。泣きながら作りました。似てるところと違うところで一個一個チクチクでまとめてみました。ただなんか難易度が高い表になって誰もついてこれないことが分かりました。最終的には違うところをね、ざっくり見てください。違うところだけ。特に違うところをちょっと言ってきますと、1番目の権限。2段下、召集権者。下から3段目、決議することができる事項。で、右のページに行きまして、真ん中あたり、議事録の備え置き、議事録の閲覧請求権者。あとね、すっごい分かりづらいんだけどね、1番目。議決権不統一行使。ちょっと読み比べて若干違うんです、これ。これ実はね、株主総会の場合は、取締役会設置だけ事前通知なんです。取締役会設置は事前通知で、非設置は事前通知いらないんです。創立総会は一律事前通知、一律事前通知なんです。で、今言ったところは最終的には抑えるようにして、最終的には今言ったところは抑えるようにして、後のところに確かに違いはあるんだけど、用語の違いに過ぎないので、あんまりはまってほしくないんだ。じゃあ、それぐらいにしましょうか。じゃあ次は最後は26ページ。設立調査というものです。設立手続きの調査というところですが、ちょっとイメージを作りましたので見てください。板書の3ページ、1個戻りまして、一番下。株式会社は作る人と運営する人が違います。株式会社は会社を作る人とその後運営する人が違います。作った方が作りました、運営お願いしますって会社を投げる。そうしたら彼らは何をするかって言ったら、これちゃんとやったのと。これちゃんとやったのと。ちゃんと作ったのと。バトンタッチをする際に、ちゃんと作ったのを見る。ちゃんと作ったかどうかを見る。関係ない話なんですけど、スーパーかなんかで生産地域表示とかたまにされてます。なんか、源田さんが作りましたと。源田さん作ったトマトです。まずっ！どうするかって言ったら、もう源田さんの電話ですよね。どういうことだ、お宅のトマトと。何言ってんの、この人と。作りましたと。見ました。ろくでもなかったら誰に連絡？ろくでもなかったら生産者に連絡ね。ろくでもなかったら生産者に連絡ね。ちなみにちょっと聞いていい？食べてみてうまいって思った場合、源田さんに電話する？いや、皆さんするかもしれないけどね。私でも食べてうまかった。ああ、よかったって言って終わりです。はい。何を言ってるかよくありませんが、いきましょう。図表の30を見てください。26ページの方ね。上、発起設立。調査事項4つあります。で、これね、商業登記に影響しますので、ざっくり内容は言えるんですよ。4つの内容。商業登記のね、調査報告書の添付書類に影響してきますので、ざっくり4つは言えるようにして。1、現物収支財産にて検査額の調査を要しない場合において、定価に記載、または記録された当該財産の価格の相当性。2、現物収支財産にて弁護士の証明を受けた場合においての当該証明の相当性。結局、一緒にね、検査役をスルーした場合ってことなの。検査役を省略できた場合、取締役が調べましょうと。検査役を省略した場合、取締役が調べましょうと。検査役をスルーした場合、取締役が調べましょうと。でね、一応同じこと言ってきますと、検査薬をスルーするケースって33の10号の1号2号3号なの。33条の、33条の10項の1号2号3号なのね。で、この条文番号が13ページの右下の表に載ってるのを確認してくれる。13ページの右下の表に載ってるのを確認できる。この部分で33条の10項の1号2号3号ね。33の10項の1号2号3号ね。この3つに引っかかっていると、検査役はスルーできるけど、取締役の方で調べてくださいねと。はい、じゃあ戻りまして。次、26ページ、9番、3番。出資の履行が完了していること。出資の履行が完了していること。終わっているってことね。で、4、1から3に掲げる事項のほか、株式会社の設立時が、法令定款に違反してない。法令定款違反なし。法令定款違反なし。なんだこの3つ言えるようにして。検査薬をスルーした場合、出資が終わっているってこと、法令定款違反がないってこと。検査薬をスルーした場合の調査、出資が終わっているっていう調査、あと法令定款違反がない。よいしょ。でね、次に、募集設立。募集設立の方なんですが、ここはね、もうほとんどイコールと思っていいです。ほぼイコールと思っていいです。なんで昔これセルの結合してまとめたことがあるんですよ。そしたらね、お電話が来るんです。はい、これ細かいとこ違います。この用語が違います。この嘘つけろと。くそーとって思ったので、もうしょうがないから分けてるだけです。なんでね、うるさいな、細かいね、ちゃんとした受講生もいるので、上下分けましたが、皆さんもざっくり覚えちゃえばいいので、こここだわらなくていいですからね。で、今度横。どういう時に誰に連絡か。発起設立の方。法令定款に違反し、もしくは不当な事項がある。まずい事態がある時に、横、発起人、生産者に文句。まずい事態があるときに、発起人に文句、どういうことですかと。逆に言えば、ちゃんと作っている場合は報告はいらないと。ちゃんと作っている場合は連絡はいらないと。はい、で一方、今度ね、募集設立の方です。どういう時に、調査が終わったら必ず、上記のように不当と認める事項がなくとも、横、創立総会に必ず報告と。先ほど、板書の3ページで見た必須ってやつです。一般投資家は不安に思っているので、こちら内容が悪くても妥当でも必ず報告、創立総会で説明する。はい、そんな感じで押さえてください。設立、ほとんどおしまいになります。右のページ、27ページ。設立関与者の責任というところです。一番上、財産価格店舗責任。内容はあまり出ません。現物出資が大幅に低かった。現物出資の評価が不当に間違っていた。1000万と言ったのに実際には30万の価値しかない。不当に安すぎたと。で、この場合、責任を負うのは発起人と設立時取締役が責任を負います。で、特に覚えるのは右側。責任を免れる場合です。みんなの同意があれば丸。横、注意を怠らなかった。ちゃんと調べたんだって言えば丸。逃げられる。ただ、これには中の1。逃げられない方がいます。中の1、丸つけて。募集設立。3行目を丸つけて、現物出資財産の当事者、はい。ということで、まず、張本人は逃がさんよってことね。あともう一個は、募集設立です。一般投資家がいるんです。で、これかなりね、微妙なラインなんだけどね。ちゃんと調べたんだから逃がしてくれっていう気持ち、要望と、一般投資家の保護、どっちを取るかなんです。俺ちゃんと見たんだよっていうのと、一般投資家が信じたっていうのをどっちを取るかなんだけど、残念ながらやっぱ人数が多いこっちを取ります。一般投資家がいるのでちゃんと調べたぐらいじゃ逃がさん。と。はい。じゃあ今度はね、下段。価格の証明を行った弁護士。これも責任を負います。で、横。免れる場合は、注意を怠らなかったことを証明したとき、このときだけに、発起人設立取締役忘れた。その他、検査薬の調査を受けたと。国の人間が OK 出したから信じたんですと。国の人間が OK 出したからこの値段と思って信じたんですよと。これは逃がしていいでしょうと。ただし中の2。現物出資の当事者、丸かなんかつけて、現物出資の当事者、お前は逃がさんよと。結局現物出資の張本人が逃げれるのは総株主の同意があった時です。張本人は総株主の同意があったときしか逃げられません。じゃあ次、価格の証明を行った弁護士で、これが逃げられることがあるんですが、真ん中、注意を怠らなかったことを証明した場合だけ逃げられるとされてます。で、ある本見るとね、これね、資格者がちゃんと注意したなんていうレベルはね、とんでもなく高いんですよ。事実上バスだって聞いたことあります。事実上こんなの逃げられないよと。資格者なんだから、よほどの注意不足ね、よほど注意しない限り、これ認められないだろうと。次、任務携帯責任。ちょっとかける。これはね、会社に対する債務不履行です。会社に対する債務不履行です。具体例はあんまり考えない方がいい。会社に対する債務不履行。だから、損害賠償債権持つのは会社ね。損害賠償債権持つのは会社ね。で、その下、第三者責任。これは第三者に対する不法行為責任。第三者に対する不法行為責任です。で、ここ、責任を負うもの意識して覚えて。責任を負うもの意識して覚えて。下段、1番3段目。監査役入ってんの。唯一監査役入ります。唯一監査役が入る。もうあとは入らないって覚えて。ここだけ監査役が入る。あとはもう監査役が入んないって覚えて。もうあとは発起人と取締役。あとは基本的に発起人取締役。発起人取締役。これも言って、発起人取締役が責任を負うと。よし。で、次。次ね、責任を免れるケース。ここですが、総株主の同意があれば、上は逃げれる、下は逃げれない。上は逃げれる、下は逃げれない。この違いね。もう一回確認ね。この任務携帯責任は誰が損害賠償債権を持つの？会社ね。で、その会社の所有者って誰？会社の所有者は株主ね。だったらその株主が同意すれば別によくねと。損害賠償債権は会社が持つ。会社の所有者は株主。だったら株主が同意すればいいよねと。次、第三者責任。これ、損害賠償債権を持つのは第三者です。こっち側ね。こっち側ね。痛いよ、痛いよ。株主ね。株主ね。いいよ、払わなくて。払わなくていいの？あ、いい、あんな払わなくていいから。あ、いいんだ、よかったと。なんでお前が言うの？なんでお前が言うのと。違うよね、これ、免除するのは違うよね。お前じゃないだろうと。強いて言うのは第三者の同意だよね、これ。よし。じゃあ次。でね、次はね、これセットにしちゃって、この2つは。この2つはセットにしちゃって。で、上がね、発起設立で、下が募集設立なんです。上が発起で、下が募集なんですよ。仮想払い込み、払ったことにしてくれ。払ったことにしてくれって会社側から頼まれた。払ったことにしてくれ。会社側から頼まれた。書類はこっちが作るから。書類はこっちが作るから。払ったことにしてくれと。これね、下段の方で覚えるといいと思います。下段の方で覚えるといいと思います。設立募集株式の引受人、張本人ね、張本人。張本人は全員の同意って言ったの覚えてる？張本人は全員の同意だけ。張本人は全員の同意だけ。一方下、仮想するのに関与した取引人、仮想するのに関与した取締役、これは全員の同意、あと注意をしたっていう場合、両方入ります。で、一番下、会社不成立の場合の責任、ここまたマークして、ここ発起人だけなんです。発起人だけなんです、これ。でね、このね、不成立の責任って、これ内容かける？これね、不成立の責任っていうのは、返金です。会社不成立、出資者に返金する。会社不成立、出資者に返金する。出資を受け取ったのは、発起人なので、発起人に返還義務、発起人に返還義務が生じると。よろしいでしょうかね。ではこれぐらいにするんですが、この表なんですが、一応ね暗記のマークはつけたんですけど、実はね一個一個考えると結構ハマるんですよ。これってなんでこれ丸じゃないんだろうとかハマっちゃって、しかもそのハマるとこって本試験に出てないんです。なんでちょっと申し訳ないけど、色をつけていきますので、その色の部分だけ見て分かるようにしてってください。よいしょ。まず、第3店舗責任についてはこちらの3つ、特に注意書きまで含めてちゃんと全部押さえて。次、価格の証明を行った場合については、一応ね、無過失を証明すれば逃げられる。無過失を証明すれば逃げられる。一応それだけしといて。次、任務形態と第三者責任は、監査役が責任を取る。監査役が責任を取るんだってこと。と、あと、総株主の同意で、違いが出るってこと。総株主の同意の違いが出るってところ。じゃあ次、仮想部分。仮想部分は、張本人は全員の同意。張本人は全員の同意。あと一番下、不成立責任は発起人だけ。不成立責任は発起人だけ。で、一応上の方でもマークしたけど、改めて、下の方の中1と中の2もちゃんとできるね。中1と中2。で、できればね、この部分については、ここだけはスラスラ言えるようにして。この部分は全部スラスラ言えるようにして。ここだけ。本当にこの部分はよく出ますから。一番上については、表関係なく、誰が責任を負って、どんな時に逃げられて、こいつは逃がさないと。これが全部言えるようにして。この一番上だけ。一番上だけね。一番上に関しては、誰が責任を取って、どんな時に逃げられるのかっていうのが、ちゃんと自分の言葉で言えるようにして。強いて言うと、暗記にしてほしいのは、一番この上の段だけ。一番上の段だけでいい。あとのところについては、マークをしているところをね、毎回見ればそれで構わない。で、誰もね、メモれないの100文字をちょっと言うとね、いつもね、これ表作って思うのが、ここはね、納得できないんですよ。もともと債務不履行って貸し責任だし、不法行為も貸し責任だから、落ち度がないこと証明するの逃げられんじゃねえかぞって思うんですよね。これあくまでもこれ会社法を表にしただけであって、なんか民法まで含めると、なんかもうちょっとこれいろいろあるんじゃないかなと思うんです。なんで、でもそういうとこ疲れないんで、だからこういうところで、ね、暗記するのはもったいないなって感じがするんです。以上で設立部分はここまでといたします。ちょっと待ちましょうか。では、これぐらいにして、じゃあ28ページから今度は株式の部分を見ていきます。28ページ、株式1、株式の共有とあります。で、いきなりなんか偏僻な論点から入っちゃいます。条文通りなんでね。この株式の共有、イメージは株式の相続です。株式の相続、あとね、ポイントは会社側の便宜。イメージね、100株券を持ってる親父が死んで3人が相続しましたと。120株持ってる親父が死んで3人が相続しましたと。3つに割れるのかと。会社側の便宜ね。今まで株主総会はパイプ椅子1個。相続があって相続人108人、108個パイプ椅子。いや、絶対おかしい。会社側の便宜って観点で106条って条文読んでみて。誰が使うか決めなさい。誰が使うか決めなさい。で、ただしのところ、会社側の便宜って観点よ。ただし、会社側の便宜って観点ね。決めてなくても、会社が OK すりゃいいよねと。会社が OK すりゃ、それはそれでいいよねと。はい。じゃあね、今度は横に見ていきます。表の横に見ていきます。権利行使するものを1人定めている場合、権利行使を指定する要件、共有物の管理行為とし、持ち分価格の過半数をもって決する。これ、扱い過半数です。管理行為の過半数になります。誰が権利行使するか過半数で決めると。権利行使のルール。権利行使は共同相続意思に拘束されず、自己の判断に基づき、権利行使をなし得る。あ、分かった。じゃあ俺、兄貴行ってくるね。よし、1号議案、2号議案。え、3号議案 ?3 号議案、3号議案、兄貴、あんた3号議案ですわ。これどうする？おった、3男、早く電話出て。自分の意思で権利行使ができる。と。多分、実際上のことを考えたら、それは限界ですよね。聞かなきゃ権利行使できないはおかしいですよ。で、下の方。権利行使する者一人を定めていない、決めてない。上と下、上。会社は権利行使を容認できるか。趣旨から言ったらどっち？会社側の便宜なんだから OK の方でね。右の方。共同相続人一部のものに対する権利行使、容認できる。こっちで結構です。下イエス無視しちゃって。一方、下段。会社は権利行使を拒絶できるか。くどいけど、会社側の便宜って考えれば、拒絶できるだよね。横読んでください。終わり。なんで本当にもうイメージとしてはもうイメージ相続ってイメージと会社側の便宜って観点があれば暗記なんかしなくてもここはその場で押し切れると思います。会社側の便宜って観点でぜひやってください。ではこの右のページに行きましょう。株主平等原則と。はい、そこに意義と内容と違反の効果というね、死んでしまったようなね、ルールが載ってます。参考までにと、図表33は参考までと思ってください。で、その下に、少数株主権と載ってまして、誰が何株権持ってるとね、使えるかっていうのは載ってるんですが、ほとんど出てないって知ってるでしょうか。頑張って暗記した方、お疲れ様でした。お疲れ様でした。これ実は出てるのがほとんどね、番号で言うと6番1112、6、11、12、6、11、12にほとんど集約されるんですよ。10はちょっと別の観点です。なんでこれ無理してね、この表を暗記しようとしないでください。もったいないです。はい。ということでね、掲載するのもやめようかと思ったんですけどね。テキストは少数株主権が載ってないとかね、そんなこと言われて、ガッって思うんで、載せたくてぐらいです。で、ただね、ちょっとここで皆さんにしっかり押さえてほしいのは、この保有期間6ヶ月ってところ、このロジックを絶対必要とするんです。保有期間6ヶ月。で、中の2。6ヶ月の期間は定価に短縮可能。また、公開会社に関会社は保有期間の制限はない。ここ押さえて、公開会社でない場合は保有期間要件なし。正直言えば、この1ページ丸ごと、皆さんにね、1ページ丸ごとありますが、説明したかったのは、6ヶ月という要件がかかる場合、非公開適用がない、非公開適用がない。論理を説明します。板書の4ページ見てください。真ん中のあたりね。昨日株式を買って、今日権利行使するような事態を防ぎたい。これが趣旨なんです。権利行使目的に株式を買った。権利行使目的に株を買った人に権利行使をさせたくない。そのために作ったのが、6ヶ月保有してないとダメだよと。6ヶ月保有しないとダメだよってルールなんです。ってことで、昨日株式を買った人、これが起きにくいことがあります。起きにくい場合があります。非公開です。非公開、大体株買えません。非公開、大体株買いにくいです。買いにくいです。だったら非公開は、昨日買って今日権利行使するっていうような事態を考えなくていいんですね。だから非公開は6ヶ月制限がない。非公開は6ヶ月制限がない。っていうふうになるわけです。よし。では、これぐらいにしまして、30ページ以降に行きましょう。ここから株式内容、株式種類、属人的定めとあります。ね、ちょっとマークだけしちゃって、これ左側のページで覚えるのは中だけ。で、右はしっかり全部ね、右はしっかり全部。ここね、学習するとこ間違えると、もう勉強があさっての方向に行っちゃうんですよ。で、まず左側の一番上、発行する全部の株式。ちょっとね、この用語を押さえて、発行する全部の株式といった場合は、単一株式発行会社、単一株式発行会社を前提にします。発行する全部の株式と。よろしいでしょうか。でね、これ左側は1タイプしかない特色がつけられます。1タイプしかない株式、特色がつけられます。先に丸の意味なんですね。取得請求、買い取りができる。買い取りができるという特色です。株式は本来買取を要求できません。買取を要求できません。取得請求という特色があると買取が要求できます。次、丸3、取得条項付き株式。取得条項、これ逆に巻き上げられる。巻き上げられるという特色です。巻き上げられるという特色。これが取得条項。買取とは逆の方向ね。で、1番、譲渡制限。譲渡制限という特色が付けられると。一方、今度は表の右側。異なる種類の株式とありますが、これは2種類以上作って差をつける。2種類以上作って差をつける。色つけますが、皆さんどうでもいいからね。どこで差をつけるのっていうと、2種類以上作って、剰余金の多い少ないで差をつける。剰余金の多い少ないで差をつける。ある種類は剰余金が多い。ある種類は少ない。残余財産が多い少ないで差をつける。残余財産が多い少ないで差をつける。色つけなくていいかね。イメージは分けないからね。イメージは分けないからね。で、次。議決権で差をつける。特に多い組み合わせは1と3です。1と3の組み合わせです。剰余金は多いけど議決権がない。逆に、剰余金はないけど議決権が多い。議決権があると。ここまで言う必要ないんですけど、食有口座じゃないんで、カレー屋さんでね、うちはカレーライス1本っていうのと、シーフードカレー、ビーフカレー、カツカレー、どっちの方がお客さんが入りやすいかって言ったら、やっぱ後者なんですよ。いろんなタイプがあった方が、その人のニーズに合わせられます。同じように、いろんな種類を作っておいて、投資しやすくする。いろんな種類を作って、投資しやすくする。いろんなニーズに合わせて投資できるようにしている。イメージはよろしいでしょうかね。で、次の3つはさっきと共通。譲渡制限、取得条項、取得請求、取得条項。これは単一の場合と同じ。で、7、取得条項と若干違うのが全部取得条項というものです。8と9はまた後で説明しましょう。はい、じゃあ受験論点に入ります。右のページです。取得請求権付株式、取得条項付株式、対価の内容、対価の内容。左側、発行する全部の株式。これなんだっけ ?1 タイプね。1タイプね。右、異なる種類の株式。2タイプ以上ね。どんなものを対価にできるか。丸1が違う。板書4ページ。一番下を見てください。左側、株式の内容としての取得請求権付株式、全部の内容の方がいいかな。発行する全部の内容、全部の株式、1タイプの場合。1タイプの場合って、株式は1タイプしかないから、この対価は、株式は1タイプしかないから、これ叩きつけても、他の株式ありえないんで、無理なんですよ。一方、右側。種類株式だった場合、種類株式だった場合、A と B があって、B を叩きつけたら A がもらえる。B を叩きつけたら A がもらえる。これは論理的にあり得るわけです。で、こういうのを俗に転換株式って言います。別のタイプの株式になる。別タイプの株式になる。転換株式と言ったりします。まあ実務上の用語なんだけどね。本当雑談ばっかりで申し訳ないんですけど、議決権はないけど剰余金が多い。議決権はないけど剰余金が多い。って思ってたら、剰余金が全然もらえないの。この野郎って言って、使って、議決権があるタイプにチェンジすると。こんな感じで別のタイプにチェンジさせるってこともできるようにします。ちなみに、これどう思う？これね、B を叩きつけて、B がもらえる。戻ってやってください。31ページ注意書き、ポチ1個目、2個目。1個目。株式会社が発行する全部の株式を取得請求権株式としてする場合は、取得対価として当該株式を他の株式に交付することはできない。全部の株式の場合は他の株式というのがありえない。次。種類株式と発行できる場合、対価の内容として同一種類の取得請求権株式を定めることもできると。これ条文がね、条文が他の種類の株式と言ってないんです。他の種類の株式と言ってないんです。でね、ちょっとこれ言っちゃうね。実際の例を言っちゃうとね、実際の例を言っちゃうと、3年間剰余金は多くあげます。3年間剰余金は多くあげます。条件付きの転換。あね、業績が良かったらっていうね、条件作るんだけどね。業績が良かったらって条件作るんだけど、もし3年後でも業績が良ければ同じ種類に転換できますよと。もう一回ね、3年間剰余金が多いから3年経っちゃうと、もう剰余金も少なくなるんですね。で、もう一回これ転換をして同じタイプもらうと、もう3年間いくんです。もう3年間。こういうのをね、とある企業でやってるのを見たことがあります。よし。じゃあ次の表です。次、取得条項付き株式と全部取得条項付きの株式の違いと。これは必ず暗記の方、暗記のマークをつけましたが、暗記の方ぜひお願いいたします。で、そもそもこの違いをちょっとね、図にしましたので、見てもらっていいでしょうか。板書の5ページの方をお願いできるでしょうか。で、左が取得条項、右が全部取得条項と思って、左が取得条項、右が全部取得条項と思って。分かりづらいですね、申し訳ないんですけどね、おでんじゃありません。株式と株主と思ってください。株式と、株式と株主と思ってください。タイプがね、白タイプと灰色タイプがあると。で、この灰色に、取得条項をつけて巻き上げるまで、灰色に取得条項をつけて巻き上げるまでを見ていきます。まずは、設定。取得条項を設定する。つける場面。決議要件。株主総会特別決議。そして、負担を受ける種類の、ここ、全員の同意が必要です。種類全員の同意がいる。そして、なおかつ、決議内容。この時点で対価を決めます。何がもらえるかは、設定段階で決めます。設定時に決めます。また、取得自由、条件ね。取得自由、条件。どんな時に巻き上げるかも決めます。どんな時に巻き上げるかも決めます。まあ後で日にちを決めるっていうやり方だと事実を空分化するんだけどね。後で日にちを決めるってパターンだと空分化するんだけど、ちょっと一旦それ置いといて。株価を巻き上げ、株の買い占めがあったら巻き上げますよと、株の買い占めがあったら巻き上げますよと、で条件設定をここでしちゃいます。で次の欄、これが入ると右側の方に取得条項でガチッとつくわけです。次、会社による取得、これを巻き上げる。原則、決議要件、原則ありません。決議なしで巻き上げられます。条件が発動すれば巻き上げができます。まあ、ちなみにこの横、取締役の会の決議っていうのは、いわゆる取得日を決める場合は取締役の決議がいりますが、ちょっとそれを言うとね、キリがないんでやめときます。で、決議内容、取得対価は決められません。もう定款で決めてます。設定段階で決めてますから、もうここでは決められません。で、この条件をクリアすると、まあ、株式が持ってかれちゃうと。いけたかな？じゃあ今度はね、表の右側で全部取得条項を見ます。白と灰色があって、灰色に全部取得条項をつけたい。決議要件、株主総会特別決議、負担を受ける種類株主の種類株主総会、こっちは特別決議です。全員じゃありません。特別です。しかも決議内容、この時点で対価は決めない、取得事由も決めない、対価は決めない、取得事由も決めない。これで右側に全部取得条項がガチッと入る。で、この後会社が取得する。この時ですが、決議要件、株主総会、またいるんです。特別決議、またいるんです。そして、取得対価をここで決めます。はい、それによって右側の方の株式が、まあ、持ってかれると。どっちが優れてるんですか？どっちもどっちだよ。言ってしまえば、会社が、皆さん会社経営者として確実に巻き上げるんだったら左の方がいいでしょ。だって左って決議1回でいいんだもん。ただ左決議で1回でいいんだけど、一発目で全員の同意がいるんだよ。一発目で全員の同意取れないとできないんですよ。で、一発目で全員の同意が取れない場合は、右の方で特別決議で設定し、巻き上げるときも特別決議と。で、その巻き上げるときの特別決議で、あんまりいい言葉じゃないんで好きな言葉使って。餌。あ、株主さん、こんにちは。今回巻き上げたいと思います。1株500円、560円、1050円、わかった、2000円。餌。取得対価を餌というか、取得対価をまあ餌にして決議を通す。取得対価を餌にして決議を通す。これが全部取得条項です。なんで、まあ餌でも何でもいいです。何でもいいです。自分の好きな言葉です。やってみてください。ということで、これ表見てもらっていいかな。表があって、左が取得条項、右が全部取得条項。上から2段目から見るよ。取得事由を定められるか、取得事由を設定の際に定める。取得条項は設定の際に取得事由を決める必要があります。全部取得条項は定める必要はありません。次、対価。取得条項、設定の際に定款で決める。設定の時に決める。一方、全部取得条項、取得時の株主総会で決める。この2つは本当にいろんなところに影響してきますので、いつで一区10を決めるのか、対価をいつ決めるかはパンパンと出るようにしてください。ちなみに一番下、一部取得の可否。取得条項は一部取得ができます。例えば5株のうち1株巻き上げると、5株のうち1株巻き上げるという感じで、一部だけ巻き上げるってことができます。一方、全部取得条項については、この一部取得というのができません。はい。できたらな、名前変えろ。できたら名前変えろ。全部取得条項って名前だけど、一部取得ができますと。名前を変えろ。これ本音を言うと、実は全部取得条項ってある目的のために作られたんですが、そのある目的のために作られて、一部取得ってありえなかったんです。でもね、そのある目的が実際に使われないんですよ。その目的に使われないんです、実際に。なので、皆さんね、なんでこんな違いが起きているのかっていうのは、ちょっとね、諦めるというか、大人の事情とかね、もしくは名前が全部取得だからと。で、ちょっとそれで覚えちゃってください。よし。じゃあ次の表行きましょう。次は議決権制限。絵を見てください。ある会社があって議決権制限株式を発行する。発行限度はどれぐらいと。規制される会社、公開会社。議決権制限株式発行限度。積みの2分の1まで。積みの2分の1まで。で、その下、規制を超えた場合、直ちに2分の1にする必要な措置を取らなければならない。この表現、措置を取れ。有効にすることを前提に、直ちにその状況を脱するための措置を取ることを義務付けた。議決権があるタイプとないタイプがあって、あるタイプとないタイプがあって、ないタイプが思いっきり多い。どうすればいいと思う？これを削るか、こっちを削るか、こっちを大きくするか。なんで、措置って言い方をしてるね。減らすもいいし、片方を増やすでもいいってことね。ってことで、ここで説明したいのがあります。1番目、公開会社になっているところです。レジュメ315ページの表を見てください。ちょっとね、無料体験の方が表がなくて申し訳ない。これ画面の方に出します。315。これも私のもう何度かの結晶です。公開か非公開かで受験上抑えなくちゃいけないもの。それをまとめました。で、今回は上から1、2、3、上からね、数えると、1、2、3、4段目、議決権制限とです。公開は2分の1以下にしなさい。非公開は制限はないよと。でね、もしよかったら、これちょっと公開会社の方ね、ちょっと特徴をかける公開会社。この公開会社っていうのは、これ、譲渡制限が一部でもない会社ね。株式譲渡が頻繁、株主の数が多い、株式譲渡が頻繁にされる、株主の数が多いって書いてある。株式譲渡が頻繁にされる、株主の数が多い。株式譲渡が頻繁にされる株主の数が多い。非公開はその逆ね。株式譲渡がまずされない、株主が少ない。株式譲渡がほぼされない。株主が少ない。もうちょっといける？不平等も許される。身内だけなので不平等も許される。株主譲渡がまずされない、株主の数が少ない、身内だけなので不平等も許される。ということで今回説明しましょう。この議決権制限がなんで公開会社だけの縛りなのかと。公開会社、株主の数が多い、一部のものしか議決権がない事態はまずい。株主の数が多いにもかかわらず、一部のものだけで物事を決める。一部のものだけで物事を決めるのはまずい。株主の数が多い、一部の人間だけで物事を決める自体はまずい。はい、ありがとうございます。そんな感じで押さえていきましょう。できるだけ理由をつけていきます。で、頑張って理屈はね、無理っくりね、押さえてみてください。1時間経ってました。すいません。完全に忘れてました。ちょっと軽い休憩しましょう。すいません。あと10分ちょっとしかないんですけどね。ちょっと切りのいいとこまで行って、ちょっと福祉の話を最後させてください。はい、じゃあ戻りましょう。31ページ、この一番下です。対象となる会議体、議決権制限株式の対象になる会議体、株主総会と創立総会だけは対象で、種類総会は対象になりません。実はこれ当たり前なんです。板書の6ページ一番上を見てください。シュレ、お前ら議決権ないかな。わかりました。だから株主総会、シュレ、お前黙ってろ。わかりました。よし、じゃあ次、シュレ総会だぞ。シュレ集まれ。はい、シュレ総会です。おい、シュレ、はい、お前ら議決権ないかな。すみません、これ、なしだったら誰が賛成するんですか、これ。ってことなので、種類総会で議決権がなかったら、種類総会議決権はできません。なので、これ、対象は種類総会まで入らないってことなのね。で、板書をそのまますぐ使うから、31ページ、今テキスト持っている31ページの右側、拒否権の対象にできる会議体というところ、拒否権の対象にできる会議体ってところ、そこに株主総会、取締役会、生産人会、創立総会とありまして、その拒否権って何なのってところを説明させてほしいんです。また板書の続きを見てください。まあ先にイメージ持たせよう。ある会社を立ち上げて、ちょっと会社を大きくしようかなって言って、2タイプ株式を出そうと、2タイプ株式を出そうと。でね、創業者たちが A 種類を持つと。一般には B 種類を出しておいて、創業者たちは A 種類を持つと。冒頭1行目。取締役会が代表取締役を選定した場合は、A 種類総会決議を要するっていうふうに定款を決めておきます。その下。取締役会決議プラス A 種類決議があって大取りが選べます。裏を返せば取締役会がいくら大取りを決めても A 種類がこいつは嫌だと拒否できるんです。創業者グループが持ちたくなる気持ちはわかるでしょうか。変なやつが大取りになって自分たちの会社をと。っていう感じで、こちら、いくらね、決めだとしても A 種類で拒否できるっていうふうに、A 種類で拒否できるっていうふうに定められるんです。同じようにした。株主総会が合併を承認した場合は、A 種類の承認を要する、作りたくなる気持ちわかります？創業者グループがね、勝手にね、合併なくなったように、合併で会社がなくなったように、株主総会に A 種類決議が必要にする。その下、生産人会が代表生産人を選定した場合は、A 種類総会の決議を要する。生産人会決議に A 種類の決議が必要ということで、こちらすぐ見えるよ。取締役会で決議した内容に A 種類が拒否できる。株主総会決議にした内容に A 種類は拒否できる。生産人会が拒否した内容に A 種類は拒否できる。これから表を見てください。監査厄介があるか。31ページの右下ね。監査厄介の決議で何決められる？いいんです、正直に。意識ないでしょ。うん、ほとんど何も決められないから、あれ。重大ごと決められないんですよ、監査厄介って。どう？ここに載ってる会議体って全部重大ごとが決められるでしょ。重要ごとが決められる会議体に拒否権がつけられる。重要ごとが決められる会議体に拒否権がつけられる。はい。ということで、これね、ちょっと左右申し訳ありません。左側のページの方ですが、異なる種類の株式ってところで、1からね、今8番まで説明しました。8番の拒否権付き種類株式ってやつね。黄金株とか言われたりします。で、9、取締役または監査役の選任に関する種類株式。いわゆる選解任種類株式。選解任種類株式と言うんですが、よしと。ここでね、あ、ちょっと待って、ここで、下にね、1個表を作った意味がありまして、この下の表っていうのは、定款で定めるべき事項、定款で定めるべき事項が載っています。よいしょ。でね、定款定める事項があって、この一番下、役員選任付き種類株式。何を定款で決めるか、丸1をしっかりと。当該種類株主総会によって取締役または監査役を選任すること、および選任する取締役の監査役の数。数で、ここを意識して、種類って字、種類。この株式を発行すると、すべての取締役と監査役は種類総会で選びます。株主総会では一切選べなくなります。株主総会では一切選べなくなります。たまに聞かれます。A 種類3人、B 種類1人、株主総会3人ってできませんか？できません。絶対すべて種類で選ばなきゃいけなくなります。絶対すべて種類で選ばなきゃいけなくなります。で、これ、キース講座でも言いますが、この見分け方は、とにかく、この種類株式の見分け方は、とにかく、種類総会においてと、種類総会で選ぶと、種類総会で選ぶって言葉を探してください。よし。でね、なんでこれを強調してるかっていうと、もちろんキース対策もそうなんだけど、もう一個択一の論点があります。今見てる30ページの上の表、丸9番のところ、ちょっと集まろうかな。よいしょ。よいしょ。この9番だけ発行できない会社があります。9番だけ発行できない会社があります。逆に言います。9番以外はどんな会社でも発行できます。こういう引っ掛けまでから。9番以外はどんな会社でも発行できます。9番だけ発行できない会社がある。そこ。指名委員会等設置会社および公開会社は発行できない。指名委員会と国家公開が発行できない。じゃあまずね、なんで指名委員会がダメなんだと。また板書で申し訳ない。板書6ページ、続きを見てください。よいしょ、ちょっとこれ縦に線引いとこう。すみません、指名委員会等設置会社の指名委員って何をする仕事？何やんだっけ？指名委員って。指名委員って何やんの？取締役の候補を指名する。取締役の候補を指名する。どこに指名します？どこに指名します？株主総会なんです。株主総会に指名するという仕組みなんですよ。指名委員会設置会社は、指名委員会設置会社は株主総会に指名するという仕組みなんです。もう分かったでしょ？強調したのか。この1000回にすると、全部種類総会で選ぶんです。全部を種類総会で選ぶんです。両立できないんですよ。指名委員会は株主総会に提案する。選会人はすべて種類総会で選ぶことになりますから、両立できない。ちなみにこの意図が分かっていれば、監査等委員会が入ってないのも分かるよね。監査等委員会には指名委員がないからね。監査等委員には指名委員がないからね。もう悪の言のことの発端はこれ指名委員が問題だってことね。指名委員が問題だってことなの。はい、いけたでしょうか。じゃあ、あともう一個ですが、公開会社っていう縛りです。じゃあ、またさっきのところで申し訳ない。315ページの表をまた見てもらっていいでしょうか。315ページの表をまた見てもらっていいでしょうか。315ページの表ですが、上から、1、2、3、4、5段目。役員選会人付き種類株式。公開は発行できない。公開は発行できない。公開会社、株式の譲渡が多い。株主の数が多い。株主の数が多いので、すべての役員は株主総会で決めるべき。株主の数が多いんだから、すべての役員は株主総会で決めるべき。はい、ありがとうございます。もうちょっとだけやらせてください。32ページ、今日はこれでおしまいにしましょう。基本だと思いますが、32ページの方戻りまして、タイトル、発行する全部の株式、全部だよね、全部、1タイプの方だよ。横に譲渡制限、取得請求、取得条項を設定したい。これすべて定款で定めることになりますから、決議要件は最低ラインが特別決議です。最低ラインが特別決議です。定款変更だから最低ラインが特別決議です。ただこの3つ、よっしゃーってものから、へーに分かれます。譲渡制限つけられると嬉しいかって言ったら、ド M は別に、ね、普通は嫌なんですよ。取得請求、よっしゃーって方向ですよね。取得条項、すんごい嫌ですよね。ということで、まず取得条項を見てください。取得条項は、設定と変更、全員の同意。で、ポイントはぐるぐる回して、変更まで全員の同意です。変更まで全員の同意です。一方、取得請求に関しては、何をしたとしても最低ラインの特別決議で OK。一番上、譲渡制限は、設定とそれ以外で分ける。設定だけ特殊、設定だけ特殊。このあたり気づいていきますよね。変更廃止は特別と。だから特にこの取得条項が変更までを変だと。変更まで全員の同意だとこね。変更は作り直しと考えてるらしいです。変更は設定し直しと考えてるらしいです。また、譲渡制限の方、一番右、その他の手続き。株券発行会社は株券提供広告がいる。反対株主買取請求がいる。一番下、予約券買取まである。ここまでガチガチにあるのが設定だけ。取得条項、譲渡制限の設定だけってことね。ということで、内容は今日ここまでにしましょう。板書の2ページの方、最後見てもらって、復習のところを軽く説明して、今日は終わりにしましょう。民法を受けられている方、ほとんど内容は同じです。1点だけは違うのは、一応見ますと、括弧1、進んだページまで読む。アウトプット確認パート。丸×がついている表は必ず丸×の確認をする。論点結論図表は論点の部分を宣言する。暗記2、暗記とついている場合は必ず隠してそれを宣言する。これをやるかやらないかで変わります。で、その下、できなかったところに色、淡い色、もしくは消せるペンでできなかったところに色をつける。で、読み込みパート。暗記マークがない必須表は単純に読んでるだけでいい。単純に読んでるだけでいいです。で、そして次、ちょっとこれを意識して守ってください。図表下の注意書き、ちょっと私、ところどころ丸つけてくれって言ったと思うんですよ。読んだとか丸つけてくれって言ったんです。会社語が嫌になる理由っていうのは、注意書きを追っかけることなんです。で、注意書きばっかり追っかけてて、一体何やってるか分からなくなっちゃうんですね。なんで、会社語が苦手な方、まず表の下の注意書きは無視してください。で、私、講義の時も触れたものは丸つけてくれと言ったんで、ね、そこだけ見て。まず、表のちゃんとした暗記、理解を中心に初心で、注意書きを無視してどんどんやってください。はい。で、括弧に 1でできなかったところを再度確認する。問題演習はいらない。1の作業を繰り返すこと。こちらをとにかく優先してください。といったので、ここまでいたしましょう。長引いてごめんなさい。本日の講義の方は以上です。お疲れ様でした。